シャルトルの戦意帽は、フランスのシャルトルの司教、教会法学者。当時の最も学識ある、教会法学者で、彼の著作、教領集、三部作修正、教会法典集は、教会法の発展に決定的な影響を及ぼした。1040年頃、フランス北部ボーベに生まれ、パリで学び、ノルマンディのベック修道院で、カンタベリーのアンセルムスと共に、ラン・フランクスに支持した。 ピカルディのネスル聖堂の修道再式者会員となるが、1078年、教理の司教に呼ばれン簡単の修道再式者修道院の指導を託された。1090年、シャルトルの司教が聖職売買で罷免されると、その後任に選出、任命された。1092年、フランス王フィリップ一世の非合法的離婚と再婚に反対し、一時投獄された。 1993年から1995年にかけて、イボは三部作を完成させた。これらの法令集において、イボが示したのは、教権と俗権の分離、共同を唱えるなど恩恵な教会改革派の立場であった。序人権闘争に際して、イボは、教会、聖職者の自由を守る立場に立ったものの、聖職者の職位そのものと、それに付随する土地財産と分離し。 聖職者による司教の選出と君主によるジョニーとを区別する彼の恩和な考えは、1122年のボルムス教約を導くこととなった。イボの著作としては、協領集、三部作修正、教会法天集のほか、291通の書簡と25の説教がある。イボの書簡は、道徳、法律、進学上の手術雑ったな問題をテーマとしている。 様々な文献に依拠して書かれているが、特にイボ自身の著作、教領集との関係は緊密で、書簡中に再録された法文の多くがこれに由来する。教領集は17巻3760法文からなる交換な著作で、再録法文については、ボルムスのブルカルドゥスの法令集とギーシドルス文書に多く依拠しているが、体系性を書く。三部作修正は、 A 法令集と B 法令集に分けられる。A 法令集は2部からなり、第1部には、クレメンス1世からウルバヌス2世までの教皇令655が、変年的に再録されている。第2部には、東西の教会会議、公会議決議789と、キリシア教会著述化、政法修道院規則、恐怖の著作からの抜粋が再録されている。B 法令集は、 イボの協領集の簡略版で一部29代861法文からなる。協会法典集はイボの協領集その他をもとに聖職者の日常のように役立つようにまとめられたもので助言と本文8巻からなり明快な要約が付された約1040の法文は極めて体系的に分類されている。例えば第一巻は信仰と宣令、国会、 生体の秘跡、生殖者の権利と生殖者異界性について、第6巻及び七巻は、婚姻について論じている。教会法転集について注目すべきは、その助言において、高級不変の必然的法文と、暫定可変の偶然的法文を区別する解釈原理が提示されていることで、これは、コンスタンツのベルノルドゥスが、避けられるべき批波紋者についてで表明した見解を、 発展させたものであった。イボの法令集の影響が見られる法令集には、リエージュのアルゲルスによるジヒト、慈悲とマサヨシ、サラゴサで写本が発見されたため、カエサルアウグスターナと呼ばれる法令集などがある。イボやコンスタンツのベルノルドスらが追求した、教会法令間の矛盾、対立の調和の手法は、ボローニャのグラテアヌスによって1140年頃、 編纂された、無盾教解放令長和集において、全面的な展開を見るに至った。e エリキ i グストン・ t o n 編、小寺の連帯役、オックスフォードキリスト教辞典教文館、P67、ISBN 9長7847億6424万414、ABC 上知学院新カトリック大辞典、編纂委員会編。 シンカトリック大辞典第一巻研究者、P302、ISBN 47億6749万111、ハット・ロルカー、クリストフ・カノン・ロー・アンド・ザ・レターズ・オブ・イボー・オブ・シャルトル、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、P129、160、ISBN 9兆7805億2176万6821、ABCDE 常知学院シンカトリック、 大辞典編さん委員会編、新カトリック大辞典、第2巻研究者、P291、ISBN4 億7674万9012、X ハットハートマン、ウィルフリード・ペニントン、ケネス、The History of Medieval c a n o n Law in the Classical Period、1140から1234、From g グレー i ョ n to the d e c r e t a l s of Pope Gregory IX、ツーザデクリトル ザカトリック・ユニバーシティ・オブ・アメリカ・プレス、P38、ISBN 9七7808億1321万4917ありがとうございます。